こんにちは、元気ママです。今日は栄養たっぷり具沢山のスープを作ります。こういったスープは定期的にたっぷり作って小分け冷凍するのもおすすめです。後半ではアレンジ方法もご紹介します。健康のために見てね。まずはワルニャンおからを閉じ込めます。はい、材料ですが、こちらは冷凍してあった舞茸、そして冷凍してあったしめじ、玉ねぎ、キャベツ、ニンニクをたっぷり使います。生姜も使おうと思ったけど好き嫌いがあるので、生姜はね、後から入れてもいいと思います。まずはね、お子様も食べれるように生姜抜きでいきたいと思います。材料はね、だいたい1センチ角とかね、揃えてね、切っていきます。細かめに切った方が、まあ、細かめったって1センチぐらいの方がね、食べやすいしね、栄養成分もね、スープにね、溶けやすいと思うので。で、こうやってね、コロコロした形で切ると、後からね、雑炊とかにしても食べやすいですよね。こういったスープはアレンジも自在です。冷凍してあったしめじ、もう今日は量は適量、お鍋に入るだけ。凍ったキノコは冷凍庫から出してしばらくするとサクサクと切れます。本当はね、お鍋の中にじゃんじゃん入れるんですが、分かりやすいように材料をバットに入れていきます。舞茸切ろうと思ったらまだ硬かった。先に玉ねぎを切っていきます。玉ねぎの皮からもね、すごいね、旨味と栄養成分が出るので洗っておきます。玉ねぎとキャベツを1センチ角ぐらいに切りました。玉ねぎもキャベツも栄養がすごいんです。舞茸もね、細かく切ります。こういったキノコや野菜をね、しっかり煮込んだスープ、私何度もね、紹介してますが、野菜ってファイトケミカルといって、まあ野菜の色とか香りとかね、苦味とか、そういう部分に含まれてる非常に重要な成分なんですけど、それがじっくり煮ることによってスープに流れ出すんですよね。さまざまな野菜にさまざまなファイトケミカルがあるので、いろんな野菜を煮込むと相乗効果でものすごくね、体にいいスープができるんです。なので私はお味噌汁とかにもお野菜たっぷり入れるし、ミネストローネとかもよく作ります。ニンニクもたっぷり入れます。ニンニクっていうのはね、まさにスーパーフードの頂点。ニンニクもたっぷり、野菜がもうバットにてんこ盛りになってます。各野菜からね、出てくるファイトケミカル、もう相乗効果でね、野菜同士のいろんな効果が期待できます。先ほど洗ってあった玉ねぎの皮はガーゼに包みたいと思います。このガーゼもう23年ぐらい使ってる。長男がね、ちっちゃい頃に使ってたもんで、今は料理用です。さあ、大きめの鍋にすべて材料を入れていきます。すごい、めっちゃ入ってますね。とにかくね、お鍋に入るだけお野菜、きのこ入れていいと思います。ニンニクの数もね、お好きなだけ。私は6個か7個入れました。はい、ここで玉ねぎの皮も投入します。玉ねぎの皮はね、昔このね、玄米先生の弁当箱っていう好きな漫画で知ったんですけど、まあかなりもう年季が入った漫画ですが、これ面白いです。全10巻で何度も読んでます。お鍋にね、お水をひたひたに入れます。そして火にかけましょう。ここでちょっとね、お塩をね、少々入れておきます。少しでいいです。下味でもあるんですけど、お野菜からね、早くね、水分出したいんでね。軽く蓋をして沸騰させます。普通に蓋間違ってますね。こちらが鍋の蓋です。ちなみに今使ってる鍋、結構大きいです。24センチのね、深い鍋ですね。はい、沸騰したら少し火をね、弱めます。軽くね、軽く気になる部分のアクだけ取って、まあそんなね、取んなくて大丈夫です。さっさと取って、そしてふつふつするぐらい、このぐらいかな。いつも言うんですけど、あんまりこうシーンとしてるとね、旨味が出にくい感じがするので、こうやってね、ちょっとふつふつふつってするぐらいの火加減、まあ弱火の中火ぐらい、こんな感じね。で、蓋をしてこのままね、じっくりと30分ぐらいね、煮てください。
まあ、30分か40分ぐらいね。そうするとものすごくね味が出てきます。さらにね時間が経つともっともっと美味しくなります。はい、今ね15分ぐらい煮ました。すごいもう水分がねお野菜から上がってきて、スープがたっぷり、いい香りもしてきてます。もう少しね煮ます。先にコンソメ入れるの忘れてた。アクをね取ったらコンソメをね、まあ、小さじ1ぐらい入れてください。仕上げにねもう一回味は調節します。こういったスープはねちょっと薄いぐらいが美味しいです。まあどうしても薄かったらね、食べる時にねお塩や胡椒やね粉チーズを振ったり、オリーブオイルをかけたり、テーブルで仕上げればいいと思います。少しね色も濃くなってきた。20分経過。旨味も香りもものすごい。と味見、ほらこんな綺麗な色。うわ濃い味が。もうコンソメ少ししか入ってないし、そもそもお塩なんてもうねほんのちょっとしか入ってないし、すごいこれ大きなお鍋なんですけどね、もう私は多分味このままでいいです。ちょっとこれ出して、玉ねぎ出してキュッと絞りたいと思います。一旦避難こういったガーゼはねあると便利ですね。ガーゼとかね、さらしとかね、こうやって絞ればいいんだ。よいしょ。お玉を使ってギュッと絞ってます。こんなもんかな。はい、では仕上げにね味が薄かったらお塩やねコンソメ、あと好みで黒胡椒とかで調整します。で仕上げにオリーブオイルをねちょっと回しかけます。大さじ1とかね2とか。さらに味にコクも出るし栄養のね吸収も良くなります。完成。一食分ずつ小分け冷凍するのもおすすめです。うん、美味しい。最初は味薄くてもどんどん濃くなってきますからね。黄金のスープ、見るからに栄養たっぷりでいろんな効能がありそうなスープですよね。このまま食べてもいいし、黒胡椒や粉チーズを振ってもいいです。後からまたねアレンジ方法をご紹介しますね。お肉料理なんかにもねよく合いますよね。まさにメディカルスープ、命のスープですね。いろんな野菜で作るとまたいいですよ。ちょっとオリーブオイルを足して黒胡椒も振りました。まあ、途中からね味変でいいんですけども、少しね粉チーズとかをね振ってもいいですね。粉チーズを振ると一気にコクがアップします。タンパク質を入れたい方は鶏胸肉をねやはり同じようにね切ってから入れても美味しいし、また出汁がね深くなりますよ。先週はね鶏胸肉のひき肉でお団子を作って、白菜ときのことねニンニクを煮込みました。美味しかったです。明日はこれにオートミールを入れて卵を閉じて食べます。フレッシュなねネギとかをね散らしてもいいですよね。ということで早速ご紹介していきます。こちらは沸騰したスープにオートミールをね 20g ぐらい入れてます。1人分ですね。そしてね2分ぐらい茹でていきますよ。オートミールって本当に便利で、ちょっと煮ただけでトロトロのおかゆみたいになります。私本当好きでよく食べます。他のスープでも作るし、お味噌汁なんかでもやります。おー、いい感じにトロトロになりました。これ100枚だったらねものすごい時間かかるけど、本当に 2,3 分でトロトロ。お粥とねあんま変わんないんですよ、味も食感も。オートミール、食物繊維たっぷりです。このまま食べても美味しいんだけど、溶いた卵を入れてタンパク質もプラス、これがねほんと美味しいです。感じでトロトロ、もう栄養たっぷり、卵も加わってさらにね満足度も大きくなります。ではもう一品とっておきの食べ方です。温めたスープを耐熱の器に入れて、フランスパンを一切れ、オリーブオイルをちょろっとパンにかけて、ピザ用チーズをたっぷりと乗せてください。準備はこれだけ。ではトースターでチーズがこんがりするまで焼いていきます。私は6分か7分ぐらい焼きました。見てください、もうこれ本当にやってほしい。
熱々をいただきます。いやーもうねチーズがね中でねトロトロでパンにはスープがしみしみなんです。これは寒い日のね朝ごはんなんかにもいいですよね。ぜひぜひお試しください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。過去のね動画もねいいものたくさんあります。ぜひ見てくださいね。元気ママのファンでいてくれる方はこねないパン、あれは見た方がいいです。きっと内容は頭に入ってきません。お笑い動画です。